ひかるさんや朝倉くるさんは YouTube に投稿する順番まで考えておりすごい勉強されてるなって感じました一般人は YouTube について誰に教わればいいでしょうかえっ、ー、とね僕がこのリアルに YouTube で今60万人目前ですけど YouTube でそこまでいったっ、えー、と作スストーリーをお話しするんであれば最初は僕も YouTube のことは何にも分かんない状態から、えー、とやりました はい、でじゃあどうやって、ねえー、と学んだかというと当然その時はミクルさんだったりヒカルさんとかそれこそ天智夢さんも含めて誰も知り合いじゃないんですよ。まあ、みんなそうですよスタートラインは教えてくれる人なんていませんよ、はい、みんな画面越しの人なんだもん。でじゃあどうやって勉強したかというとツイッターとかで YouTube アルゴリズムっていうふうに検索をして YouTube のアルゴリズムをツイートしてる人たちがいるんですよね。 YouTube の,の管理者みたいな,なんかアカウントが何個かあるんですよ。で、そういう人たちがつぶやいていることを勉強して、まずノウハウとして蓄積しました。で、そこである程度、いろいろ本当に大変トライ試行錯誤がありましたけど、トライアンドエラーを繰り返して、 登録者を増やしていったっていいっったう感じですかねでそれ以降はやっぱり、えー、ある程度登録者ができれば知り合いもできてくるんで、えー、情報交換をして教えてもらったりとか生の、えー、と情報を聞いていろいろ取り入れるようにしてますはいなので結局一流の情報っていうか、えー、と第一線で活躍してる人の情報っていうのは落ちてこないんですよ下に分かります ノウハウっていうのは誰か作る人がいるんですよね。作る人がいる。今日 YouTube で成功する方法を1ヶ月後、3ヶ月後、1年後にお話ししても全く使い物にならないことなんて結構ザラにあるんですよ。うん、つまりその時々に使えるものを誰かが発明して、誰かが研究をして、誰かがみんなに教えるんですよ。これは授業でもそうです。うん なので、えっ、ー、と、一番の価値パターンは、そういうふうにノウハウを作れる人から情報を得ること。ただそこまで誰でも簡単にいけないので、そういうふうにしてステップアップして成り上がっていきます。これはビジネスもそうです。うん。まずは結局、YouTube のタイトルは長すぎるより短く分かれすいる方がいいですかそうですね、えっ、ー、と、ブーム、それもブームがあって、YouTube のタイトルもブームがあるんですけど、今は、どっちかというと僕は、 えっと、短めの方がいいんじゃないかなと思います。えー、結局、YouTube のタイトル一つ一つもそうなんですけど、CTR なんですよ。CTR っていうのは、皆さんにタイムラインとかで YouTube のおすすめ欄とかでバって出るじゃないですか。その時のクリックされた率が高ければ高いほど。例えば100回クリック、表示されて10回クリックしたらクリック率10%ですよね。そしたら、えっと、じゃあその動画と100回え表示されて15回クリックされる動画、まあ、クリック率15%の動画、どっちが YouTube youtube をお勧めするかというと後者なんですよ15%の方をお勧めしますはい。えー、なのでクリックされる率が高ければ高いほど youtube っていうのは伸びますはい。で、えー、なんでタイトルにブームっていうのがあるかというとですねだいたい長いタイトルをつけるとみんなクリックするんだってブームが広がるじゃないですかそうすると y o u t u b e こぞって長いタイトルをつけ出すんですよ そうなるとどういうことが起きるかっていうと、みんながみんな長いタイトルになるから、長いタイトルに飽きるんですよね。で、次に、えー、一周回って短いタイトルをつけてる人の動画が、えー、みんなが長いタイトルの分目立つ。で、クリックされやすくなるとか、そういうね、なんかこう、サイクルっていうのは実はあったりします。えー、なので今は僕は、え、ちょっと短い方がブームなんじゃないかなと思ってます。 日本企業の海外進出というニッチなビジネスの YouTube チャンネルをやっていて今5800人まで登録者がいきましたマスに受ける内容ではないので対談を繰り返しながら少しずつ登録者が増えてます年内1万人を目指しているんですが飛躍させる方法をアドバイスいただけませんかで今のままでいいと思いますよ今のままでチャンネル登録者が増え,増えているってことはえそのまま継続してくださいで一番ダメだっていうか一番考えないといけないのが頭打ちになった時にどうするかってことを考えた方がいいと思うんで伸びてる間は同じことをやった方がいいですよくね YouTube とかでこれ中田敦彦さんも言ってたん んですけど、えーえー、と古達さんとの対談で言ってましたが、えー、と YouTube で失敗する人の例って、えー、といろんなことをやりたがるらしいんですよね。僕もチャンネル見て自分でやっててあっと思ったんですけどとにかく当たることをひたすらやると。 当たったことを当たんなくなるまで繰り返しやるゲームなんですよね YouTube って。でそう言われて僕もハッてして、えー、新しい学びになったんですけど、えー、そういう話で言うと同じことが言えると思います。<laughs> なので伸びてるうちは同じことをひたすらやることで頭打ちになってから違う路線に変えて、えー、見て今までなかった視聴者を取り込むっていうのはいいんじゃないかなと思います。 さんもそう昨日ね朝倉クルさんとひかるさんと,さんと、まあ、い,い,いろんなね人来たんで、まあ、名前言えない人もいるんですけど、えーとね、新年会やったんですよ。で YouTube これ100万人行きたいんだけどどうしたらいいってねちょっと相談したらやっぱねあの二人はすごかったですね。 すごかった僕もマーケティングのプロですよ。アフリエイトで一世を風靡して会社青汁売って一世を風靡して20代で一番金持ってるって言われた僕の、えー、マーケティングかなり自信あったんですけどでもやっぱなんかね YouTube に関しては一歩行ってましたね。あ、なるほどなって思いました。なるほどなって。例えばあの まあいろんなこと聞いたし、まあ、言っていいことと言っちゃいけないことあると思うんで、まあ、あの言える範囲にするんですけど、例えば動画を出す順番とかも、僕も去年までは適当に動画出してたんですよ。でもそれじゃだめだろうと、ちゃんと動画の出す順番も考えて出さないといけないとか、あとヒカルさんがやってたのは、えー、YouTube を研究しないと、当然 YouTuber としてはだめだと。でも YouTube って1本20分とか30分かかるじゃないですか。とかいろんな YouTuber がたくさん動画出すから、見れないじゃん、全部は。 じゃどうやってるかっていうとコメントで見てるらしいんだよねコメントでコメントを見て、えー、この動画の良かったところをインプットすると、うん、すげえなと思ったんでやっぱそこまであのなんだろう YouTube に対して一歩こう進んあの一歩熱量を持ってやんないとあそこまでいけねえんだなと思ったらそう考えたら自分のチャンネルが100万にいかないのもそりゃそうだなって思ったんですよだから今年一生懸命僕もね、えー、チーム含めてやることにしましたはいなので頑張りますはい 経営者としての意地をね、見せます。 YouTube で宝くじの動画を上げていてチャンネル登録が4900人になりました今年は無意欲トータル2000万円ほどの当選がありましたただ YouTube 上では宝くじ動画のみですとライバルが少ないですが登録者も再生数も多く重要がないのが現状ですこの先チャンネルの成長や動画の再生数を増やすためにどのような動画を作ればいいか悩んでいます何かアドバイスをいただきたくコメントさせていただきましたあこれはね,、えー、とね今本当 YouTube 難しいんですけど最初に YouTube を始めるんだったらそれこそ宝くじチャンネルとか本当にニッチ、まあ、ニッチっていうとですねすごく狭い 分野あの興味がある人はいるんだけどすごい狭いよっていうジャンルをやります。で、この方多分宝くじチャンネルで単チャンネル登録約5000人ってことなんで、たぶんそこから伸び悩んでるんだと思うんですけど、えーと、それっていうのはもう仕方ないっていうか必然です。なんでかっていうと、間口が狭いからなんですよね。間口が狭いから。じゃあ次どうしたらいいかっていうと、そのね、パイを広げていくんですよ、ね、例えばじゃあ宝くじに興味があるような視聴者が集まってるチャンネルだったら、えーと、ギャンブル、ギャンブル、宝くじもギャンブルって言っていいのか分かんないですけど、そういうお金稼ぎとか、 まいわゆるこうギャンブルに興味がある人が多いと思うんですよ。なんかこうお金をかけてリターンを得るようなことが好きな人が多分多いと思うん。で、じゃあ次競馬にや競馬も入れてみるとか、競輪も入れてみるとか。 少しずつ間口を広げていくんですよね。間口を広げていくんですよ。で、えパイを広げていくっていうイメージでやったらいいんじゃないかなって思いますね。はい、YouTube、今本当に勝ちパターンをね、一からやるとさそれしかないと思っていて、最初は狭いところに参入して、徐々に徐々に侵食するように広げていくっていう感じだと思います。いきなりね、例えばエンタメでね、なんか面白いことやりましょうとかやっても絶対無理ですね。もう絶対って言ったら何だろうな。もう僕絶対っていうのがあんま好きじゃないんで、いやあの訂正すると99%無理だと思いますね、今。全く無理 無名な人がやるにはそれぐらい厳しいしもうライバルがいすぎるんですよ。だからそういう風にやったらいいんじゃないかなと思います。はい 登録者1,400人ぐらいのユーチューバーです、えー。僕の実力で言うと、登録者100万人はいかないと思うんですが、登録してくださる方をお部屋にはどういうことを意した方がいいと思いますか時代が僕につい追いついてなくて困ってます。いいですね。時代が僕に追いついてないんじゃないですかね、一番は。はいまあ、あとは、えーと、やっぱり大事なのは、今って動画の本編も大事なんですけど、えー、とサムネとタイトルがめちゃくちゃ大事です。えー、CTR って言ってね、YouTube のおす,すめ欄に動画出てくるじゃないですか。で、何パーセントの人が押してくれたか、どれぐらいの割合の人がそのサムネイルをクリックして動画を見に来,る見に来てくれる たかっていう率がめちゃくちゃゃく大事なんでですよでその率が高ければ高いほど YouTube はアルゴリズムアルゴリズムに乗っておすすめをしてくれやすくなります。えー、なので、えー、CTR を意識しましょう。でサムネイルタイトルが、えー、あ,のあなたのことを知らない人でも、えー、興味を持てるような内容にした方がいいと思います。えー YouTube を始めて2年が経ちました。チャンネル登録者800人でまだ収益化できていません。王子は PDCA が大事だという話を何かの動画でされているのを見て、私はプラン2までやってチェックが苦手だと思っています。王子は you でい YouTube でいろんな試行錯誤されていると,されてると思いますが、実際 YouTube ではどんなふうにチェックされたのか、参考になれば教えてください。はいえー、そう最近そういえば皆さんありがとうございます。えー、なんかチャンネルが53万人を超えたらしいです。本当にありがとうございます。 で僕がね、えっ、ー、と、YouTube で、じゃあ何をやったかっていうのを、ちょっとじゃあ、簡潔にせっかくなんでね、配信を通じて話したいなと思うんですけど、一番最初は普通に YouTube チャンネルを開設しました。まあ、その時登録者の2、3万人ぐらいしか増えなかったんですけど、まあ、そこからですね、えっ、ー、と、エンタメ的な動画を出すようになったんですね、まず、ファーストステップ。 例えばななんだろうなパパ活女子がなんたらと,か,えとなんかいわゆる YouTuber がちょっと下水 YouTuber がやってそんなことをやるようになりましたそうするとですねあのまあ再生はまあそこそこ取れるようになったんですけどやっぱりこうなんだろうな低評価とかもすごく多くてちょっとまあ叩かれることも多かったんですよねでこのままだとえなんかすごい人気になるわけではないしそもそも他の YouTuber がやってることもあれパクリしてたんで僕って別に YouTuber じゃないじゃないですかそもそもの,あの軸が。だからそそもそも勝て ないよねってことになってプラン2、プラン2をやりました。で、プラン2を何やったかっていうと、えー、闇を暴くようになりましたね。やっぱ僕はその経営者を、もともと生っ粋の経営者なんで、なんかこう、ロジカルに何がダメとか、えー、とその物事の何がダメとか、おかしな点とか結構わかるんですよ、見たら。だからそれを活かして闇を暴くようになりました。その結果、10万人までバーっていったんですけど、えー、結局、えーと、なんだろう、こう怖いなってなったんですよね。青汁怖いなみたいなイメージがすごくついちゃって、闇を暴く人にな,なっちゃったから。からそっからだったら伸びしろないし、 そもそも YouTube をやってる目的って何だっけってその時振り返ってみたんですけど。 僕は、えっ、ー、と、まあ、あの、自分のコンプレックスでもあったんですけど、実業家ってかっこいい、経営者ってかっこいいってみんなに教えたいんですよ。みんなに教えてもらって、あ、こういうふうに無限の可能性がある、無限の未来を作れる経営者になりたいって若者を増やしたいんですよ。これマジで思ってるんですよ。でも闇を暴いててもそれって達成しないよねってことになって、次、プラン3になったんですよ。プラン3がですね、えー、今度はビジネスの話をするようになりました。えー、お金の稼ぎ方とか、ちょっと小難しい話をすることになりました。そうするとですね、えー、まあ、青汁さん、あ、意外とすごいんだねみたいになったんですけど、 伸びなくなくりましたこれ何でかっていうと簡単でビジネスの難しい話を聞きたい人って一部しかいないんですよ世の中で。 大体の人は楽しい動画を見たいその娯楽として YouTube 見てるんでそんな向上心がある人ってあんまりいないんですよだから伸びなくなりましたで困ったんで次にプラン4でビジネスエンタメにしたんですよでビジネスエンタメって何かっていうとエンタメを通じて間口を広くしてみんなが見てもらいやすいようなフックを作る、まあ、企画を作って時折自分にしかできないようなビジネスの話を入れていくるこれをやるとですね結構広がりがあって成功してきたなっていう感じでそこからまあバーっと増えて50万人までいきましたね Yep. 最近ではそういう専門的な話とかを配信でやるようにしていて配信を通じて切り抜きさんとかがバーって拡散してくれるんでああ、応じるビジネスの話もちゃんとできるんだなみたいな評価も得られてるんじゃないかなと思ってます。なので二軸にしてるんですよね、僕はつ。僕の場合通常動画はエンタメ寄りにしてるんですけど生配信はビジネス寄りにしてます。今日はちょっとね人生相談ということでテーマ変えてみたんですけど、試験的にね。なんで、まあ、この配信もそうですよ。あのいつもビジネスの配信しかしないんで切り抜きさんとかもそのビジネスの切り抜きばっか回っちゃうんでなんかこう人生相談とか をして違う側面を見せたらどうかなっていうことでやってたりします。なんで僕全てが全ての配信がえっ、ー、となんだテストなんですよ。 全てテストなんですよ。これもテストです。僕が人生相談することでどれぐらい見てくれるのか、そしてどんぐらい、どういう切り抜きが回るのかっていうのをテストしています。まあ、だ多分、だから検討に予実に出てるのが、まあ、予想してたんですけど、同説少ないです。いつも。いつも4000、5000人行くんですけど、まあ、この時間っていうのもあるかもしれないけど、やっぱり今2200人、500, 2, 500人いったかなぐらいの人が見てくれてるんで、まあ、それぐらいしか行かないんでしょだからそこにニーズがないのかもしれないし、みたいなことを考えてます。はい。っていう感じです。 先日ビジネス系 YouTuber の参入はハードルが高いというお話を伺いましたから、 伺いましたが、今から参入するならどんな領域がおすすめでしょうか、うん、これはね、えーと、なかなか難しいんですけど、ビジネス YouTuber がピンでビジネスの話をするっていうのはもう無理だと思ってます。なんでかっていうと難しすぎるんですよ、話が。で、YouTube 見てる人っていうのはリテラシーが高くない人が大半なわけで、こういうふうに配信とかで、えー、僕の話聞いてくれる人っていうのはすごくね、ごく一部なんですよ。で、大体は、なんだろう、こういう楽しい、こういう,う,いうなんか、えっ、ー、と、談話というか、お話を聞くっていうよりも、なんかこうエンタメより だからそういう意味で π がすごい狭いんですよね。 じゃあどうしたらいいかっていうと僕がおすすめするにはもうグループ組んじゃってください例えば経営者 YouTuber 同士のグループとかってないじゃないですかそういうなんか新しいね展開をするっていうのはいいなと思っていて必ず必ずビジネスのことプラスエンタメを入れるんですよエンタメ入れるで何が狙いっていうかっていうとエン,タメで間口をエンタメで間口を広げます間口を広げますで、えー、ただその中でやっぱ経営者っていうポジションがあるんあれば、えー 経営者っていう独自のねそのなんかいろんな難しい話とかねビジネスの話できるっていう優位性を活かして、えー、みんなに最後見てもらった後にあこの動画見て良かったためになったためになったなみたいな動画を作るのが僕はおすすめだと思いますだから最初は間口を、えー、広くですね誰もが楽しめるような、えー、テーマにしないとあのなんだろうこう経営者 YouTuber きついですよ今、うん YouTube のアドレス選手報酬で月2000万やってるチームにいます。来年は月億を一度は達成しようという目標を立てました。YouTube チャンネルのバイアウトも消極的ですが、選択肢に変わるとして、大体の相場感とか実例できたりしたことありますかちなみに顔出しなし系のチャンネルです。はい、YouTube の、ね、チャンネルのバイアウトって、多分 Google さんの利用規約的には多分ダメなんですけど、えー、と売れるらしいです。 はい、売ってる人が聞いたことがあります、話で、で値段なんですけど、えー、おそらくその月の、えー、利益の、まあ、何倍かっていう話になると思うんですけど、まあ、会社みたいにその7倍、8倍っていうのはつかないと思います、年間利益の7倍、8倍とかは、えー、つかないと思います、はい、会社みたいなその値段はつかないと思います、YouTube ってやっぱどうなるか分かんないじゃないですか。 だからそこまでつかないと思うんですけど、まあ、2000万円ほどのね、アドセンス報酬があるチャンネルであれば、まあ、原価を差し引いてもそれなりに利益出てるでしょうから、まあ、それなりの金額では売れるんじゃないですか、はい、売れると思います。はい、いつもありがとうございます。副業で YouTube チャンネルを運営して、マネジ収益の柱を一つ確立するためのコツを教えていただけますでしょうか。うん、副業で YouTube チャンネルやる,やるほど甘くないですよ。うん、YouTube チャンネルが本気でやんないと、もう今伸びないですね。もう再生数も今、ガタ落ちしてるし、登録者も増えにくいんで、そんな片手間でやっても絶対伸びないと思いますね。 はい、でそもそもなんか YouTube を収益の柱にして YouTube を、えー、でお金を稼ごうっていうのはその企業経営者として言ってるんであれば結構やめた方がいいよくて、えー、と YouTube って別にそんな稼げないんですよトップなんある程度そのトップ YouTuber になのだと稼げないですでビジ,ネス系、ま、ビジネス系なんてまさに稼げないですよでなんで YouTube やるかっていうとビジネス系 YouTuber の人で会社の社長さんとか、えー、と例えばお店のオーナーさんとかで YouTube やった方がいいよって僕が言うのはえ可、ー、解 付加価値を取れるかなんですよね付加価値って何かっていうと例えば採用が採用が決まりやすくなって人が取りやすくなって優秀な人が取りやすくなったりとか、えー、とお客さんにねお客さんの来店に直接つながったりとか自分の商品の宣伝ができたりとかそういう付加価値にすげえバリューがあるんですよねだから YouTube 自体で例えばアドセンス広告でお金を稼ぐとか案件のお金を稼ぐとかって結構無理っていうかあんまりナンセンスなんでやめた方がいいと思ってます えー、現在登録者5万人ほどの YouTube チャンネルを運営しており広告収益以外に収益を得たいのですがどこから手をつけていいか分かりませんアドバイスをいただければと思います今、えっとねまあ、YouTuber さんの、えー、いわゆる YouTuber さんの収益、えー、キャッシュポイント、えー、収益を上げるポイントというのは3つありますこれ絶対3つ明確に言ってきますねでじゃあこれから一番儲からない順に言ってきますね 儲からないにってきますでで一番儲かんない、一、えー、つ目がですね一つ目が、えー、と YouTube の広告収入ですね。YouTube の広告収入っていうのは、えーとまあ、動画が再生すれば、ねえー、とお金がもらえるような仕組みなんですけど、今、広告単価も下がっていて、えー、全然儲かんないです。まあ、トップ YouTuber で数千万円とかだと思うんですね。まあ、それは数千万円もらったらもうすごいと思うんですけど、あのそれでも、ね、やっぱり一昔前よりは儲からないです。で2番目が企業案件ですね 企業案件です。これは、ね、企業から営業してきてお金をき、えー、企業案件を、ね、もらうようなスキルが必要になるんですけど、えー、企業案件をもらえ,てもらえたら、えー、と儲かります。で大体どのくらい儲かるかっていうとねそのチャンネル登録者数とか再生数によるんですけどどうだろうな今そこはどのくらいなのかなでもまあトップの人たちでいうと1本動画を出すだけで1000万円もらえたりとか、まあ、そういう世界はザラにあります。はい でこ,のこれから話す3つ目がすごく大事なんですけど3つ目が一番儲かって P2C なんですよ。P2C って何かっていうと今まではね僕たち、まあ、僕もそうだったんですけどクラウントがいて例えばじゃあ天智村さんだったら天智村さんお願いしますとあのこの商品宣伝してほしいお金じゃあ500万円払うから宣伝してくださいねってって企業案件を受けてもらって天智村さんが宣伝して商品が売れるっていう流れが今いわゆるこうあの企業案件だったんですよね企業案件というか、まあ、いわゆるこうクラウントの立ち位置だったんですけどもう YouTuber の方って っていうのはクライアントいらないんですよ。例えばじゃあテンチムさん500万円あげるからやってくださいって言ったらもうそんなのいらんわと。だったら自分で作るしっていう話なんですよ。だからね、まあごめんなさい。テンチムさんが今パッと頭に浮かんでんで一例で挙げただけなんですけど、テンチムが自分で化粧品を作って自分でサイトを作ってまあ外注とかしてたと思うんですけど、ホームページを作って消費者の方に行きしてるって,言ってこう販売しただけでめちゃくちゃ売れるわけじゃないですか。だからもうクライアントいらないんですよね。これを俗に言う P2C って言うんですよ。 えとインフルエンサーやタレントが自分で商品を作って自分のファンに直接売るってことこれって広告費かかんないじゃないですか大体ね通販ビジネスの広告費なんですよ広告費がね大体ね4割ぐらい多いところで5割ぐらい占めます例えば1億円売上が上がった時に広告費がどんぐらいかかってるかっていうと4000万円から5000万円かかってるんですでも P2C っていわゆるこうタレントが直接消費者に売ると広告費がかかんないんでその 40%50% が利益になるんですだからめっちゃ これが一番鉄板です。むしろ1つ目の広告収益とか2つ目の企業案件なんてぶっちゃけいらないんですよねいらないと思っていて3つ目の P2C だけで今僕は、ね、いろんな会社やってるんで自分はマネタイズしてないですけどたぶんやろうと思えば何十億ってすぐいけると思いますし例えば著名な YouTuber さんにプロデュースをして P2C を教えて P2C って売れって言われたら一瞬で数十億はいけると思いますそれぐらい儲かります。はい だからこれから企業の、ね、立ち位置場っていうのが多分ものすごく,、ねあの低,くすね、低くなると思うんですよ、ね低くなると思うんですよ、テレビ業界とも関連してるんですけど、えー、普通クラウントが、ね、テレビ CM を出したりとか、えー、テレビのスポンサーやって、ね、クラウント偉いなってなった時代なんですけど、もうクラウントいらないんで、ユーチューバーって別にクラウントいらないじゃないですか、だから,もういらないあの自分たちでできちゃうんで、クラウントの価値っていうのが下がっていくと思うんですよね、えー、じゃあ何が上がっていくかっていうと、個人の価値ですね、発信力が金になる時代になると思っているし、まあ、すでになってると思うんですけど、えー、そういう風になってくると思います。 えー、ジョジ大生 YouTuber です。今月に1万人行きたいんですが、おじさん、どのような企画戦略を行いますかうんとね、ごめんなさい、その藤原のみーさんって方のチャンネルが分かんないんで、えー、なんとも言えないんですけど、ちょっと今一瞬見てみますね。3000人。うん、そうですね。う,ん,うん、1万人、今月中に。 今月中に1万人か。でもねあの YouTube YouTuber ってまあ俗にみんな言うんですけど例えばゼロから1000人にするのってめちゃくちゃ難しいんですけど1000人を1万人にする方が簡単なんですよ。これって YouTube のおすすめ機能っていうのがあって YouTube っていうのはまずそもそも動画を発見されないと動画を発見してもらわないと,、えー、と評価されないんですよね。 だからチャンネル登録者がいないうちっていうのはどんなにいい動画、例えば100人が100人泣けるような素晴らしい動画を公開したとしても見つけてもらわないと評価してもらえないんですよ、アルゴリズムに反映されないんですよ、だから難しいんですけど、ある程度の数が、ある程度のチャンネル登録者数がいれば、いればまず登録者の人が見てくれますよね、そこで例えば高評価をしたり、コメントとか、その動画に対して評価してもらって、その、まあ、いわゆるエンゲージメントっていうんですけど、評価率がよ,かよければおすすめされる、レコメンドされるっていう仕組みなんで、 今この,この方3000人いると思うんで、えー、と純粋に今の、ね、ように投稿を、ね、引き続けていけば必然的に伸びると思います。それが今月中に伸びるかどうか分からないですけどただ一つペースを上げたいのであれば、えー、投稿頻度をもっと上げたほうがいいと思いますね。はいでえーとねえー、ある程度大御所 YouTuber になってくると,、えー、と投稿頻度を上げるよりは、えー、コンテンツの質動画がいかに面白いかっていうのが実は大事になってくる時代になったんですよね。あんまり面白くないとユーザーが飽きて離れていっちゃうんで、えー、いわゆるこうエンゲージメント反応率が落ちてくるんで。 えとコンテンツの質動画の面白さが大事なんですけど、えーとね、始めたばっかりの人はと,とにかくたくさん動画を出してインプレッションを出した方がいいです。はい、で今次にスパチャだいた駒の会長っていうねなんかアウトロー系の YouTuber の、ね、方いらっしゃるんですけどこの方はねあの結構まさにそれだと思っていてマ、えー、野会長って動画を連投するんですよ。で僕は、ねあのーまあ、それはそそれれで一つ戦略 としてはありかなと思っていて、えっ、ー、とインプレッションが出るんですよね。ごめんなさい。インプレッションとわかんないけど、インプレッションっていうのは <coughs> 要はね、一目につくね回数がね増えるんですよね。動画の数だけ。だから、えー、伸びやすくなるんで、えっ、ー、とぜひねあのインプレッション出せる、すインプレッション出動画の投稿頻度を最初上げた方がいいかなと思ってます。しうえっ、ー、としう、まあ動画の初動で伸びなかったらすぐに軌道修正するっていうやつですね。それはやってます。 何十万再生から伸びたと判断されますか、これ、切抜きさんからの質問なんですけど、えー、基本的に何十万再生だから伸びたっていうわけではなくて、えー、結局、その10本中な、例えば10本、10位中 10, 10位、9位、8位とかいっぱい出るんですけど、それが10位とか9位だったらやばいねって感じになります。はい であと、まあ僕、ぶっちゃけその旅動画ってそもそも伸びないと思って出してて、まあ、だからもうチャンネル分けた方がいいんじゃないのって話になってるんですけど、えー、もう伸びないと思ってるんで旅動画20万再生いったらもういいっす、はい、逆に言うと他の動画で30万、40万、50万って回るんで、うん、で,でも合理的に考えたら普通にさ他の,その30万、40万、50万回ってる動画もバン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 ン出した方がいいじゃないですか、旅出さないでだからチャンネル分けた方がいいんじゃないのってなってるんですけど、まあ、僕の当初の目的としてその日本のいいところを 自分の影響力をねこうやってみんなにいただいて影響力を使って日本に貢献したいんで、えー、出していきたい、紹介していきたいというのと、あとまあ海外、いろんな国に行きたいんで海外を旅した動画を出したいっていうなの,のがあったんですよ、これもっともっとストレートにもっと裏話をしちゃうと海外行くと撮影日取撮れないんですよね、ね例えば今回ドイツ1週間行ったんですけど1週間 YouTube 撮影できないんですよ、えーまあ、できるとしたらドイツで YouTube を撮ればできます。 でもドイツで YouTube 撮るってても結構むずいじゃないですか知らない国でいきなり撮れって言われてもだいいもの取撮れなかったりして結局って、まあ、今回もいいの取撮れなかったんですけどグダって出せないとないるんですよだから、つまり日本で撮らないといけないで週3回動画を出すんだったら週3本分のストックを先に撮らないと成り立たないんですよ、YouTube ってこれ、YouTube の一番良くないところはもうこれ別に仕方なくてこれを受け入れてやってるんで別になんだろうな、えー、仕方ないところではあるんですが労働集約型なんですよね要は自分がいないと成り立たないんですよ。 自分が入院したりとか海外行ったりしてできなくなったら成り立たないんですよ。常に自分が動いてないと回り続けない。労働集約型。はい。これがちなみにビジネスで一番やっちゃいけないことです。はい。ビジネスで一番やっちゃいけないことは労働集約型のビジネスです。自分がいないと、えっ、ー、と、その会社が回らない、仕事が回らないというのが一番ダメですえ。なんでかというと、いくらお金持ちになっても、えー、自由な時間がありません。えー、自分のライフ、えっ、ー、と、えー、自分の、えー、なんだろう、こう、 まあ、あの、時間が取れないんで、ええー、幸福度はありませんって言われてるんですけど、YouTube はまさにそれで、はい。だから僕は本当に YouTube やってなかったらもうずっと海外行ってますね。世界一周しまくってますけど、まあ、YouTube っていうのがあるし、えー、えー、こうやってやってるのも生きがいだし楽しいからやってるんで、まあいいんですけど、はい。まあそんな感じです。